聖書を朗読いたします。ガラテヤ人の第2章の19節。しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。私は神の恵みを無にはしません。もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無益ですと。私はパウロという人物に大変強い関心を持っているわけでありますが、それは彼のクリエイティビティですね。このガラティア人への手紙を書きましたけれど、やがてエペソ人への手紙、ピリピ人への手紙、そしてコロサイ人への手紙を書くようになるわけですが、とにかく聖書の半分、新約聖書の半分を変えちゃったという。しかし私が最も関心があるのは、それが彼の晩年になっても衰えなかったどころか、クリエイティビティ、創造性、創造力というものがますます盛んになったということに対する驚きであります。若いうちはイマジネーションがあり、クリエイティビティがあり、いろいろものを想像するわけですが、そういうものが高齢とともに衰えていくはずなのに、パウロの場合はますます豊かにあふれてきたと。その謎を知りたいなと思うのが私なのでありますけれど、ロバート・リー・スティーブンソンという人は有名な小説「ジキルとハイド」書きました。ジキルという人はとんでもない優秀な善を代表する人であり、ハイドという人は悪の権限みたいな悪を代表する人である。この2人の人物が実は1人の中に住んでいる、2人別の人物ではなくして、1人の人物の中にこの善なるものと悪なるもの、義なるものと不義なるもの、良いものと悪いものが住んでいるという。しかしこれは決してこの一つの、まあこれは乖離ドイツ性障害の代表のようなものでありますけれど、しかしその障害者の物語を書いたというよりも、我々全ての人の中に実を言うと善なるもの、悪なるもの、明るいもの、ダークな面、善なるもの、悪なるもの、そして光、闇、これが実は私たちは両方持ってるんだよということを伝えようとした小説なんですね。愛対する人格が一人の中に住んでいるから、それは葛藤が激しい、まあ、ジキルとハイドの場合は激しい葛藤なのですが、じゃあ我々に葛藤がないかというと、我々にもそういう葛藤があるんだということであります。私たちは宗教に熱心なものでありますが、宗教の特徴、それはキリスト教であろうと仏教であろうとユダヤ教であろうとイスラム教であろうと、それは自分を高めたいと、成長したいと、あるいは自分を変えたいと、あるいは癒されたい、救われたい、とにかくより良い自分に向上したいという強い願いがあって宗教を求めるのであろうとそう思います。で、宗教を求めるその一つの特徴が現れるんですが、それは善と悪がはっきりとしてさせていく、義なるものと罪なるもの、善なるもの、悪なるもの、光の部分と影の部分、明るい部分と闇の部分がこう分かれていく、はっきりとこう見えてくるということではないかと思います。私たちはこの1月に、2月でしたかね、クムランに行ってまいりました。司会のイスラエルの司会のほとりにあるクムランという共同体でありますけど、まあ世紀、この人類史上で最も偉大な発掘というものが、旧約聖書の600以上の断片がこのクルマンから現れた、2000年前に羊皮紙に書かれたものが現れたという、こういうことが世紀の大発見になっているわけでありますけれど、しかしその中には小説もありまして、彼らが書いた小説、それは光の子と闇の子という、ですから彼らは自分は光の子だけど闇の子が襲ってくるんだ、戦いを仕掛けてくるんだという、こういう想定のもとにこの小説が書かれている。彼らの哲学といいましょうか、彼らの宗教的な観念というものはよくわかります。ペルシャ、最も栄華を極めたペルシャは
ハイカ教というゾロアスタ教というものがありまして、それは2つの神がいて、光の神と闇の神、善なる神と悪なる神の戦いの場ですね。この世の中は時には善なる神が勝ち、時には悪なる神が勝つという、こういうような考え方をしましたけれど、このようにして宗教というのは光と闇の対決、善と悪の対決として、こう物事を見るという傾向があるわけですね。ユダヤ教もそうでありました。ユダヤ教は、私たちは神から選ばれた選民で、私たちは宝の民で、私たちは清い民で、私たちは正しい、私たち以外のものは異邦人、神様から愛されてない、神様から選ばれてない、異邦人のような罪人という言葉を使いましたが、自分らだけが正しくて周りの全ての人たちは間違っているという、こういう対立的、対決的な考え方をしました。ユダヤ教の中にはパリサイ宗、パリサイ派とサドカイ派がありまして、パリサイの人たちはサドカイは間違ってるし、サドカイ派の人たちはパリサイは間違ってるという、一つの宗教の中にもこのような分離というものが起こってるわけで、それはキリスト教でも同じであって、カトリック教会があってプロテスタント教会がある、プロテスタント教会には福音があってペンテコスがあって、そして自由主義があって、そして自由主義の人たちは福音派やペンテコスは感情的すぎるという、こういうもっと理知的であるべきだと、頭を使いというものがあって、そのようなですね、互いを見下げる、キリスト教の中でも自分たちの派が一番正しいという、こういう物事を対立的に見るという傾向があるのではないかと思いますね。で、ところがこの教育、クリスチャンであろうとなかろうと、宗教を持ってようと思ってまいりますと、教育というのはどういうものかというと、親が子どもを教育し、学校の先生が小学生を教育するときに、それはなんとなく善なるものを強調し、善なる人にしようとし、正しい人にしようし、なんとかして罪の部分、そして間違っている部分、ちょっと悪い部分を削除しようと、消し去ろうと、取り除こうと、親が自分の子供の中に間違った傾向を見ると、それを取り除こうとします。例えば嘘をついていけない、これは正しい教えですけれど、しかし子供が失敗した、失敗すれば親から怒られるに決まっている、だから隠さなきゃいけない、質問されたら嘘をつく、嘘をついちゃいけないと教えられているから、嘘をついた時に罪悪感を感じ、恥を感じるわけです。ですから一般的な家庭の中でも良い子を育てようし、悪い子を削除しようとする、ところが子供の中には両面があるんだけど、悪いところを取り除こうと親は子供を助けようとするわけで、学校に行っても基本的に同じなんですが、宗教になるとその傾向が非常に強くなるわけです。子供ではありません。私たちは自ら進んで良いものを残して、あるいは良いものを成長させて、悪いものを削除しよう、とりあえずパソコンならガチャッ削除とか言って一点に消えてくれる、間違って消すことも多いんですけどね、私なんかはあ、しまったと思って3時間の労働が消えちゃったみたいなことが、間違いが起こりますけど、しかしそういう傾向があるのではないかと思うんですね。でパウロという人は立派な家庭で生まれて、そして厳格なパリサイ人というのは非常に厳格な派で、しかも両親は大成功をしたパリサイ人で、そして、力を入れて子どもの教育をしたわけです。そして律法というユダヤ教によって育てて、それは律法と言ってもいいんですけど、律法によって育てたから、律法というのは光の部分、そして影の部分は行ってはいけない、良い部分それを行う、悪い部分は行わない、善なる部分、しかし悪の部分は削除しなきゃいけないという、パウロは特に優秀な人で、意志の強い人で、とんでもない彼は天才でしたからね。日本人も非常に几帳面で真面目で、そして正義感はあるし、そういうわけでですね、我々だってかなり几帳面で、我々も人類の他の人類と比べるならばかなりレベルの高い、立法的な
人間であるということはできるんですけれど、パウロの場合は特別もう超繊細でしたから、自分の強い意志にあってそのことをすることができたんで、親は大喜び。13歳になると小学校を卒業する。小学校を卒業するとあるものは大学に行くんですね。で、まだ若いうちにイスラエルに行って、そしてヘブル大学に入って、超一流トップの学者ガマリエルという、門下生になるという。ですからトントン拍子に進み、頭角を現し、人々から認められ、すぐに教師の資格を取ったという、議員になったということですけれど、そんな優秀な人がいるかという、例えばジョン・ウェスレーなんていう人はもう22歳でですね、大学の教授やってるんですね。まあ、牧師の家庭って英国の人ですが、牧師の家庭で生まれて、母親がよく教育をして、あっという間にオックスフォード大学の特待生として招かれて、22歳でもう言語学が非常に優秀でしたから、ギリシャ語とかヘブル語とかそういう学問を教え、また神学を教え、若いうちに自分の生徒たち仲間と共にメソディスト運動を起こして、メソディスト運動はどういうかというと、共に集まってお祈りを、まあ、メソディストとは几帳面という意味ですね、きちっとする、順序正しく物事をする。で、彼らと一緒に牢屋を、牢獄を訪問したり、孤児院を訪問したり、貧民窟を訪問したり、こういうような社会活動を盛んにやったんですね。ああ優秀な人がいるな。私が行った大学ではクリスチャン・レイトナーというプロになったバスケットボールの選手がいますけどね、まあ、背は当然高い、ハンサムで、それでバスケットボールで大活躍をして、その上超インテリで勉強が良くて、そしてプロのバスケットボールをやめたら今度は医者になるみたいな、どれほどこうしたって優秀なんだろうかっていう人がはいないわけじゃないですね。アメリカなんかには、まあ、人種のいろいろな人種が来てるわけですからね。そういう驚くような天才がいるんで、ちょっと本当に驚くんですけれど、パウロはそういうもうスーパーな天才でしたね。ですから彼は自分の影の部分を取り除くことに大成功した人で、善なる人間、清い人間、正しい人間、過ちのない人間、自分自身で立法の点においては落ち度のないもの、ブレイムレス、後ろ指を刺されたことがない、誰から指摘されたことがないほど完璧に立法を守っていたんだ。そして彼は情熱家でした。議員になりました。そして、議員が困ったもんだと、最近このキリストを信じる者がいて、我々のユダヤ教を汚している、立法をバカにしている、その上キリストはよみがえったのと間違ったことを言っている、こういうユダヤ教の一派は許すことができない、撲滅しなきゃいけないということ。だパウロが、私がその仕事をしましょうということで、まあ、サンヘドリンという議会から承認を得た迫害者ですからね。でクリスチャンは200人に1人なんですね、日本にはそれほどもいません。ところがその当時のイスラエルにおいては全員がユダヤ教徒ですから、ユダヤ教徒ですから、ユダヤ教によって認められることが、まあ政治家になるためにはユダヤ教徒として認められなきゃ政治家にならないんですね、成功できないんです。まあ成功できないって、全ての人がユダヤ教徒ですからね。そういう文化の中で彼は脚光を浴びる、かっこいい光の存在、憧れの存在、最も上適的な、まあ、存在であった。そしてクリスチャンを捕らえにかかって、聖書には殺害の域に燃えてって、しかもある者を殺してしまった。それが彼の、まあ、ユダヤ人としての光り輝く存在ですが、内面はどうかというとボロボロだけじゃなくて、もうすでに分裂していたんですね。ですからもう彼はジキル・ハイド、ハイドをやってて、そして人々の前ではかっこいい勇敢な男で、ユダヤ教の純粋性を守るために、神の栄光を表すためにクリスチャンを捕らえて、いや殺しても構わない、どんなことをしても彼らを撲滅するんだと、こう善と悪、あいつらは悪だ、我々は正義だ、彼らは間違ってる、間違ったものを撲滅するのは当然だ、そのプロセスにおいて殺しても仕方がないという。ところが内面はボロボロで、ああ私はなんていう惨めだろう。ですから光が、外面が輝く輝くほど闇が深くなっていったという、これが、パウロの物語なんですね。
どうしても宗教的になると異物を排除する、異物を滅ぼそうというこういう面が出てきてしまうんですけど、しかしキリスト、クリスチャンを取り除こうとすれば取り除こうほど自分の心の闇が明らかになっていくわけでありますけれど、ユング、ガストフ・ユングという精神分析学者はシャドウという言葉を使って、例えば私に光があってますが、皆さんはシャドウ、影を見ることができますね。光が当たれば必ず影が出てくる。じゃあ私はこの影を取り除くことができるかというと、これは取り除くことはできないですね、影は。ですから光り輝く私の背後に影があって、この影は取り除けないもんですが、その多くの宗教は光だけに焦点を合わせてこの影を取り除こうとするっていう、でそれをサプレス、抑圧というわけですけど、パウロの家庭においても、パウロ自身の成功においても、自分の悪なるもの、自分の否定的な部分、自分の嫌いな部分、自分が愛せない部分、自分が自分を拒絶する部分、自分が隠したい部分をサプレス、押し込めるわけです、ね、ギュギュと出てくるな、お前は嫌いだと、お前が出てきたら困るんだと、お前が出たら私はかっこ悪くなんだと、それで押し込むわけですけど、ユングはだからといってなくなるわけじゃないんですよ。そして押し込んだものが逆襲してくるんですね、影が。ですから人々の前では光り輝く男であるにもかかわらず、しかし内面ではボロボロで、昔は精神分裂と呼びましたけど、もう完全に精神分裂状態で、ああ私はなんていう人間だろうかと、良いことは分かってるけど良いことはできない、悪いことも分かってるけど悪いことをやらざるを得ないような分裂した自分がいるという、そしてジキルとハイド、内面と外面が全く分離して分裂している自分を見て、もう生きていけないという、こういう状況になるわけですね。興味深いことですけど、イエス様がある人に二人の息子があったっていう。お兄ちゃんは優秀な農場のマネージャーですよね。几帳面で正しくて、で父親の戒め、知恵の教えに一度も背いたことはないという自分自身で言ってる男ですから、まあ我々はそういう子供を育てたいです、そういう子供を持ちたいですよね。親に対して一言も背いたことがない偉大なマネージャーになって、父親が持っている農場を受け継ぐべく父親の代わりに農場をマネージしている男ですね。片やもう一人の男は塩から財産をもらって、その財産を遠いところに行って湯水のように宝刀で身を持ち崩してどうにもなんない男。しかし一人の人からこんな対照的な人間が生まれちゃうって、でもそういうことって頻繁に起こります。どうして孫の性格がこんなに入って全然違うじゃん、女の人から同じ人から生まれたんかよみたいな、そういうね、子供、私自身も見てるわけですけど、そういうことは頻繁に。どうして一人の人から生まれて、なんとなく光の人が生まれ闇の人が生まれちゃうんだろうと。そしてこの光の人のお兄ちゃん、こういう子供、こういう男を育てたいんだという、その男がいざとなった時に実はボロボロだったっていうんですね。表面では立派で立派なマネージャーで成功者で、まあご安心ですねと、ご長男の人がこの農場を継いでこの農場を発展させてくれる、素晴らしいですねと、素晴らしい管理者で立派な息子さんを育てましたね。ところが弟が帰ってくると、彼は、その自分のダークな部分が出てきてしまって、お父さんと私はあなたの戒め一つに揃えたように、このあなたの息子が宝刀で身をもつきして帰ってくると、彼のためにパーティーを開きましたね、講師をして、あなたは今まで私 そのヤギを殺してパーティーを開いてくれて一度もなかったじゃないですか。それで突然彼は惨めさんなのに、なんていう惨めな人間だろうかってなっちゃう。だから表面的な偉大な正確なマネージャーで成功者であるにもかかわらず、内面は愛、千代から愛されて、どうして千代はこんなろくでなしの
あなたの息子を愛するんだと。私はこんなに立派にしてあなたの言い訳一つも背いたことないのに、どうして私を愛してくれないのか。で、彼は冷やかな人間ですよね。あなたの息子がって、でもあなたの息子って、君の弟でしょ。私の弟がって言わないで、あなたの息子がっていうわけですからね。自分の弟として認めてないというわけで、冷たい人間で、弟が帰ってきた嬉しいと、ボロボロになって帰ってきたかわいそうにと、おいしいものを食べさせてあげようという気持ちはさらさらないですよ。お父さんを愛する、お父さんから承認を得たい、承認欲求、お父さんから褒められたいけど、じゃあお父さんをそれほど愛してるかというと愛してはなかった。ところが、このどうでもないろくでなしの弟の方は、父を愛する気持ち、父を思い出す気持ち、父を愛する気持ちがある。だから立派と思われる人の中にもそのようなダークがあり、もうダークそのものダメ、ダメ人間と思われる人の中にも優しさがあるということじゃないですか。そういうわけで、まあユングとしては抑圧するんじゃない、このダークな面を、あるいは罪の傾向と言いましょうかね、抑圧するんじゃない、それを見つめるんだ、自分の罪、シャドウという、自分の影という、自分のダークな部分、自分の嫌いな部分、自分の拒否している部分、自分が隠している部分、自分がしまい込んでいる部分、抑えつけるものを見る必要があるんだ。自分の一部として、あたかもないかのように振る舞うんじゃないんで、自分を見る必要があるんだと言ったわけですね。そして、統合する、自分の中には光の面とダークな面があって、そして自分の中が統合している、一つになっている自分を見なきゃいけないんだよと言ったわけなんで、例えば光が光であるために闇と戦わなきゃいけないという考え方もあるでしょう。闇と対立して闇の中で輝くんだという。ところがよく考えてみると、暗闇がなければ光は意味がないんです。輝けないんですよ。そうですね、夜空を見てください。ほとんどは暗闇です。ところが星は輝いてますよ。じゃあこの星が輝いて暗闇をなくしてるかっていうと、暗闇はほとんど暗闇で、しかしその中で星は輝いてるけど、じゃあ暗闇を消去したかっていうと、暗闇は消去されてない。暗闇があって光の意味があり、光があるから暗闇の意味がある。対立してるようで互い共存してるわけですよね、光。だから我々の中にある自分の好きな分、自分の嫌いなる分、自分の受け入れられる分、自分を拒否する分、人々の前で表す分、人々の前で隠す分、実はこれは自分の中にある。そして自分の中に対するところの勢力でぶつかり合うところの、喧嘩するところの、互いに削除しようとする勢力が実用と一つになって、そして生きていけるわけですね。パウロは生きていけなくなったわけですね、律法によっては。だからどん底まで落ち込んで、分裂までして、表面では光りかかりこぎ、内面ではボロボロで、ああ私はなんていう惨めな人間だろうか、誰がこの死の体から救ってくれるか、イエス・キリストによって感謝するという、キリストが現れ、そのキリストというのは何かというと、暗闇とこの光を統合される、除去するんじゃない、消し去るんじゃない、統合させる。で、個人個人によってこの暗闇の部分は違うと思う。拒絶する部分、嫌いな部分、隠したい部分は違うわけですけど、私の場合は明確で、私の場合は怒りでしたね。もう激しい怒りが私にあって、なんかちょっとなんか言われて腹立ったっていうレベルじゃないんです。もっと魂の奥底からこう。それでまあかなりキリスト教の教えが害がありまして、キリスト教っていうか私の教授に、清めの経験すれば二度と怒らなくなるっていう。清めの経験すると怒らないが、根が断ち切られて、根が断ち切られて、もう二度と怒らなくなる。まあ憧れの宗教、憧れの信仰ですよ。ああ私は清めの経験すら、清められて感情が清め、二度と怒られなく人間なんだって、本当にね16歳ですから思い込んでますよね。
熱心でして、もう本当にそれが欲しい、二度と行かなくなる自分が欲しい。それはこうですね、うまくいったと。3日間行かなかった。4日目にドーンと、あ、うまくいった、2週間行かなかった、次の週は爆発するわけでしょ。でこれはもうしょうがない、進学校に入るんだっていう。進学校になったらなんとかなると思うんですけど、進学校に入って変わらないですね。で、まあ、牧師になっても変わらない、結婚しても同じ、子供が生まれても。ですから35、6歳までこの怒りの問題は大きな大きなダークなパワフルな自分の拒絶するっていうか嫌いっていうか、そういう部分がかなり激しかった。今だってないわけじゃないですから、怖がってくださいね、私のこと怖い男ですそういうわけで、個人個人は違うかもしれない。あ、自分は鬱になる、あ、自分は自殺したいと思う傾向ですとかね、まあ、自分は劣等感ですとか、自分はもう消えたくなるとか、まあ、いろいろあると思うんです。個人個人の暗闇というものは違って、しかし個人個人の自分の嫌な部分、拒絶する部分、隠したい部分を見つめないと、そこにキリストは入ってこられないっていう、罪の部分、暗い部分、自分の嫌いな拒絶する部分が自分の一部で、自分は清い、自分は正しい、自分は間違ってない、自分は努力家だと、でこの部分だけだと言ってる限り、キリストの入る場所がなかったわけですね。キリストが入らなくてもパウロには入れなかった。彼が、ああ私はなんていう惨めな人間だろうと思って、自分の暗闇を見て、そしてもう生きていけない自分を見た、その瞬間に、ああイエスキリストによって感謝するという世界が生まれたわけ。だからここによって、私は律法によって生きていけない、宗教に、律法っていうとユダヤ教と思いがちですけど、そんなことないですね。一般家庭でもそれなりの律法があり、学校にもそれ、日本の文化にもそれなりの律法があり、キリスト教の中でもそれなりの律法があり、このようなキリスト教の律法、キリスト教の神学では生きていけないんだ、私を生かすのはキリストなんだ、この宗教的な私はキリストに十字架につけられて宗教ではない、イエスキリストによって私は救われるんだ、だから私はキリストに十字架につけられ、生きているのは私じゃない、宗教を頑張っている、ユダヤ教を頑張っている、律法を頑張って、なかなかいい成績を収めて光的な存在になろうとする、この私が生きているんじゃない、その私は死んだんだ、キリストが私のうちにやってきている。そして今私がこの肉体というか、このまあ肉の性格というか、この暗い性格を持っている私が生きていけるのは、私を愛し私のために命を捨ててくれたキリストを信じる信仰によって生きているんだ。キリストによって統合される、キリストが自分の暗闇の部分と光の部分を一つにしてくれるという。そして暗闇も必要である、自分の罪の傾向、自分の性格的な弱点、自分の性格的な恥ずかしい面、実はそれも必要だったんだ。それを削除すれば自分じゃなくなるという。そしてそれを抑え込んでもなくなるわけではない、抑え込めば必ず学習してくる、そして自分を壊しにかかってくる。律法によってそのようなものを隠す、そのものを削除しようとする律法、宗教によってもはや自分は生きられない。キリストは神と我々の間の橋架けになって、神と私を和解させてくれる。それだけなくして、私の中に入り込んで、この私の中にある愛対する、勢力ぶつかり合う。そして自分が不安でというか混乱して分裂して生きていけない、自分の中に入り込んで、これを一つにしてくれる。キリストによって私は自分をやっていける、自分と一緒に生きていける、自分が自分をできる、自分と自分が仲良くできる。決して全ては好きな分じゃない、全ては誇れるわけじゃない。その誇れない分、隠したい部分、ダメな分は残っている。でもそれは自分を作り上げている一部だと。
ということで、パウロはどうして死ぬまでクリエイティブだったんだろうか、どうしてあのようにエネルギーがあったんだろうか、どうして死ぬまでパワフルだった、どうして彼のクリエイティビティが湯水のように生まれてきたんだろうか、それはこの影の力からというふうにユングは言うわけですね。この影から、命がクリエイティビティが現れてくるんだよという。パウロだけじゃないですね。ペテロ、ペテロ、まあお前私を裏切るだろうよと今晩、雇いが3度前にお前は3度私を知らないって言うだろう、そんなことありません、なんていうことをおっしゃるんですか。まあ他の弟子たちはそうでしょう、あいつらろくでなしだから3年間一緒に生活しました、あいつらは本当にダメな人間です、よく分かって、あいつらは裏切りますよ、それはそうでしょう、分かってます、でも私に限っては絶対そんなことはない、私は一番弟子で一番信仰が一番清くて一番忠誠で一番忠実で、私に限ってはそれはありえません、牢屋でも死でもついてきますそしてその数時間後、キリストを知らないと叫ぶわ。自分は光の存在である、誰もよりも光り輝いてるという思い込みが自分の闇を覗き込んで、そして壊れるっていうかね、その場所から逃げ出して一人になって大声になってボロボロに壊れるわけですよ。自分は弟子でもなければ人でもなければ信仰者でもなければ忠実でもなければ誠実でなければ正しくもなければ自分はダメ人間だっていう、なんというダメな人間だろうか、なんていうバカバカしいほど自分は高慢であったか、思い違いをしてたか、そしてもうやめたと、とんでもじゃないけど自分にはこんなお仕事はできないと、ガリアに帰って漁師をしようって言って海に出たら、そこにイエスが現れて、あなたは私を愛しますか、あなたは全てをご存知です、私はあなたを愛しますっていうね。で、あなたは私を愛しますかって言われたペテロとしては、まあ、裏切ったとしても愛しますと答えざるを得ない、だって愛してるから。でもおかしいでしょ、愛してるなら絶対裏切らないよね。まあそうですけど、でも裏切ってんで、でもやっぱり愛してるんですよね。で、おかしいじゃないかと、ね、しかしそんな数学の計算のようにね、あるいは魚を切るようにさ、切って人間の心っていうのは裏切っちゃったんだけど愛してる、愛してるんだけど裏切っちゃったというね。でもやっぱり愛してるって言ったら愛してるしっていう、じゃあ愛してるという光の部分と裏切っちゃったという闇の部分が両方ペテロの中にあって、今までは自分は光の部分だけの人間だと思い込んでるけど、しかし今や自分は闇を持っている人間、その人間に対してイエスは、あなたが私の羊を飼いなさいという、あなたを再び人にする、弟子にする、このように、キリスト現れるわけです。ペテロはパワフルな男になりました。どうしてでしょう。彼は自分の闇を見たからです。あんな高慢ちきで、俺は正しい、俺は間違った、俺は一番だっていう男が神様に用いられるはずがないですね。闇の部分を見て、闇の部分を理解して、闇の部分を受け入れて、それでも神様のために働く、ざるを得ない、その男が用いられました。私はなるべく聴かない音楽というものがあって、なぜならばこの音楽を聴き始めると一晩中聞き続けちゃって夜眠れないというかね、眠ろうと思って持っても歌詞が頭の中にくる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 回って、結局一晩中眠れなくなっちゃうんで、もうこういう歌は聴かないことにしてますけど、それはコーヘンというユダヤ人のカナダの人ですね、まあ元詩人でしたけれど、でこの前鈴木家の家庭集会というのもありまして、今から半年前でやっちゃうかね、箱根の新宿の施設があって、とてもいい安い施設があるんだと、よく私たちは八ヶ岳の新宿の施設に行くんですけど、この箱根に行ったんですね。2食付きで7000円とか、
新宿君がやってるからとてもいいんですよ、ごちそうだしね。で今晩カラオケ歌いましょうみたいなになってついに平野先生も歌ってくださいって。ああそれじゃあコヘンの歌を歌おうかなと思って、そうしたら一曲もないんですね。びっくりしました。彼ほどたくさんの歌を使い、彼ほどたくさんの詩を書いて曲を書いて、彼ほどたくさんの歌を歌った歌手はないんですよね。ヨーロッパでは超もう第一番目の人気です。アメリカではそんな人気ないんだけど、意味が深すぎてちょっとわからないんです。世俗の歌手ですよ。世俗の歌手なのに突然ジーザスが現れるんですよ。突然聖書の言葉が、世俗のピカッと聖書の言葉が私にとっては光るっていうか、どっちかっていうとほとんどは暗い歌ですね。不思議ですね。私が暗い歌が好きだっていうのは皆さん不思議だろうと思うんですけど、ハマっちゃうんですね、あの人の、まあ、言葉、詩人ですからね。あれはもう日本語に訳されてないっていうか、訳せ、平野先生訳したらどうですかって言ったら、あんなの訳せないんですよ、もう日本語に。訳したって日本人は分からないでしょうね。で、まあ、彼が82歳で、まあ、2年ほど前に亡くなるんですけど、その2月前に最後のアルバムだったんですが、非常にパワフルなんです、ね、非常にクリエイティブで、ですから最もクリエイティブな歌手は誰ですか、間違いなくレナード・コーヘンだと、多くの人は思ってます。特にヨーロッパの人はそう思ってますね。もう何万人の人が、英国なんか行ったら何万人の人が彼の歌を聴きに行くんですね。日本では誰も来ないでしょうね、武道館に行っても、彼は激しい、まあ、激しい鬱を繰り返し経験して、音楽活動を中止せざるを得ないような傾向にあったんですよね。非常に、ある時は6年間活動中止みたいな、鬱になって、まあ、そういう実際個人の人生では苦しんだ人ですけれど、ですから暗い歌っていうか自分のダークな面を見るんですが、そのダークな面に神の恵みが入ってくるんですよ。ユダヤ教を超え、ユダヤ人、一生ユダヤ人として生きてるんで、ユダヤ教徒として生きるんですけど、もう自由にジーザスの新約聖書の言葉が出てくる、世俗の歌の中で。そして、彼がそういう激しい鬱の中で、死も思う中で、もう詩人であるにもかかわらず一言も何年間も口から言葉が出てこなかった。たった一つ出てきた言葉がハレルヤという言葉で、このハレルヤという歌は世界中で最も歌われた歌ですね。日本では歌われないでしょうけど、しかしそのハレルヤというのは、私がハレルヤっていうのと、主の御名を褒めたいますっていうハレルヤじゃなくて、 Cold and broken ハレルヤ、冷たくて粉々に砕かれたハレルヤなんだ。ですからこのコーヘンさんも自分の暗闇を見て、自分のボロボロになって、しかしそこで彼は、まあ、恵みを招き入れているんですね。ですから世俗の歌の中に突然こういう歌詞が出てきて、何回か皆さんに言って、これによって私はメッセージしている面もあるんですけど、それは Ring the bell that still can ring、 もうボロになって古びた、まあ、自分自身のことですね、まあ、私もそうです。ボロになって古びた鐘だと。しかし Ring the bell thatしていうか、もし鐘が音を立てるなら、不協和音で綺麗な音じゃないけども、音を立てられるなら音を叩き続けよう。突然 Forget your perfect offering という言葉が出てくるんですよ。これもユダヤ教ですね。ユダヤ教においては、神様に捧げる際にはパーフェクトじゃなきゃいけない、傷物は捧げられない。でも神様 Forget perfect offering なんかないんですよ。パーフェクトオファリングが欲しいなら私はダメですという意味ですよね。 There's a crack and crack in everything、 すべてのものが壊れて、政府は壊れている、国際社会も壊れている、道徳も壊れている、結婚も壊れている、家庭も壊れている、自分の内面も壊れている、すべてのものは傷
傷ついて壊れている。But that's how the light in. そういう壊れたところから光が入ってくる。まことに暗闇を知った人の言葉ですね。壊れたところから神の恵みが入ってくるんだ。それでこんな壊れた鐘であるにもかかわらず鳴らせることができるなら鐘を鳴らし続けよう。壊れた鐘で不協和音しか出さない鐘でもそして音を立てるならその音を立て続けよう。最もクリエイティブなアーティストですね。それは自分のダークな面もよく知った人でした。どうか私たちが自分の正直になってそしてダークな面を見ることによってなんとよく分かるのは自分の良い面が浮き彫りになってくるんですね。ダークの面を見ることによってここにパウロやペテロの秘密があった。これらの人々は死の死を迎えまでクリエイティブに来ました。湯水のように湧き上がるようなクリエイティビティがあったんですね。お祈りします。